松戸車両センターから松戸駅へ向かう203系松戸車両センターは千葉県松戸市にある東日本旅客鉄道東京支社の車両基地である。常磐線松戸駅付近に位置する。また千葉県阿弥子市の阿弥子天皇台館に松戸車両センター、阿弥子発出所を有する。常磐快速線と常磐観光線はダイヤ編成が完全に分離されており、双方を行き来する。 定期列車は存在しないが、東車両センター及び松戸駅付近では線路が接続されており、観光専用の編成が東京総合車両センターに検査入場する際は、東車両センターから松戸駅を経由して快速線を走行する。東マと東京支社を意味する東と松戸を意味する的から構成される。国鉄時代は東マとで、 東京鉄道管理局を意味する東と松戸を意味する的から構成されていた。1969年3月、東京鉄道管理局が東京北、東京南、東京西の3局に分割されると北的に変更された。松戸駅から引き込み線を通って同駅の南側に約 1km 離れた場所にあり、常磐線とは離れた位置にあるため、 車窓から確認することはできない。業務の一部は JR 東日本運輸サービスに委託している。構内は西側より松戸車両センター、アビコ発出所1971年2月、常磐線複々線化に伴い増備された車両を収容するためアビコ電流線として開設された。電流線の工事は1968年9月に、 工事計画書が認可されると、直ちに用地買収を開始し、同年12月に、路盤工事から着手したが、当地は、再資源遺跡があったため、1969年2月から6月まで、埋蔵文化財の発掘調査が行われた。用地内には、旧三都街道の第五浜街道踏切と指導の都根山踏切が存在していたが、1970年4月30日に、 踏切を廃止し、それぞれ船橋阿鼻湖線稼働橋、都根山稼働橋として立体交差化された。1970年9月に下り、本線を車両センターの北側を通る線路に切り替え、1971年2月4日に収容100両分の使用を開始した。残工事を行い、同年4月20日に、車両収容270両、研修線4040 40両分、 線状線から1010 10両分、機械線場台から1機の規模で使用を開始した。1987年、快速電車15両化と観光電車の車両数増加に対応するため、有効長延伸するとともに不足する電流線を増設などの改良を行った。2018年現在、 敷地面積9万6000平方メートル、線路上8117メートルの規模で線路の並ぶ、西側留置線で16線ある。作業用デッキを備える、東側部分が線状線で、天皇台駅側の東端部に車両線状装置を備えている。2020年10月1日時点の配置車両は、下記の通りである。なお、すべて電車である。ありがとうございます。